XDR とはエクステンデッドディテクションレスポンスの略です。XDR の監視対象はエンドポイントを超え、組織の内にあるファイアウォールなどのセキュリティ機器やクラウドサービスなども含まれます。被害が組織の中だけでなく、クラウドサービスにも及ぶ場合も、XDR で集約されたデータを自動で相関解析し、攻撃の全体像を可視化するため、影響範囲を素早く把握し、対処することができます。XDR が求められる背景として、 テレワークやデジタル化の普及があります。これらは便利になって良い反面、リスクも広がっています。問題は大きく2つあります。1つ目は攻撃ポイントの拡大。2つ目は攻撃の状況把握の難航、遅延です。詳しく説明します。1つ目の問題の背景としてセキュリティ環境の変化があります。従来、端末やデータは社内にあるセキュリティで守られていました。 しかしながら、テレワークやデジタル化が進むことによって、端末やデータが社外に分散され、無防備な状態になります。攻撃者は、攻撃するために弱点を見つけて攻撃します。泥棒もそうですよね。人通りの少ない裏口を見つけ、鍵がかかっていない時間帯を狙って侵入。そして、金銭や貴重品を盗みますよね。攻撃ポイントが増えると、弱点も必然的に比例して多くなります。例えば、一度裏口から侵入されたので、そこを対策したとしても、 今度は別の弱点があった場合、そこから侵入されてしまいます。このように攻撃ポイントが多いと、いろいろなところから侵入したり、攻撃を仕掛けたりすることができます。万が一の攻撃に備えて、攻撃ポイントの全体をしっかり監視することが重要です。従来のセキュリティ対策では、エンドポイントは EDR で、他はそれぞれで監視、対応していました。 XDR は端末だけではなく他のセキュリティ機器やクラウドサービスなどと連携できるため全体を監視することができます2つ目の問題は攻撃の状況把握の調査が難しい時間がかかることです攻撃ポイントが増えることによって攻撃者はさまざまな攻撃を仕掛けることができるため攻撃が巧妙化しています重大な被害を受ける前により早く的確に攻撃の状況を調査し対処することが求められています 例えば、ある端末からユーザー名とパスワードの情報を盗まれたことを示すアラートによって、セキュリティ担当者は直ちに端末を隔離したとします。その後、影響範囲を調査する際、セキュリティ担当者の技術力によっては別の問題の発生に気づくのに時間がかかり、その間に被害が拡大する恐れがあります。XDR は各セキュリティ製品やサービスの情報を一括で収集し、自動で相関解析を行うことによって、 エンドポイントを超えた攻撃の全体像を可視化します。そのため、従来では時間がかかった、盗んだユーザー名、パスワードによるクラウドサービスへの不正ログインにも早く検知することができ、大きな被害に遭う前に対処することができます。XDR は、クラウドをはじめとする、業務のデジタル化や働き方改革によるテレワークを活用したビジネス環境に適したセキュリティ対策です。サイバーリーズン。